くワクワクする島だね。鬼ヶ島と違って楽しそうだ。あちこちで海賊が暴れているみたいだ。光月おでんとして止めに行かないと。ヤマオだ、お前も一緒に遊ばねえか。ルフィ、望むところじゃない。海軍に見つかるよ。敵を成敗するのもまた漫遊だね。人だかりができてるな。中心にいるのは海賊か。あんな海賊もいるのか。海は広いな。海賊はいなくなったけど、騒いだせいで海軍が集まってきそうだ。邪魔するぞ。これもまた漫遊。愉快にして珍妙な乗り物がいっぱい。いつか乗りたいな。役者は揃ったな。チクショー、最悪だ。体の中から武器が次々と。びっくりな能力だね。船着き場がざわざわしているね。あっちにも海賊が。邪魔だな、排除しよう。しまった。あの仮面の下にはどんな顔が。気になってうずうずしちゃうよ。うずうずしてきた。挑まずにはいられない。この強さはおでんにも引けを取らない。
ない。君たち、自由なのはいいけど、さすがに暴れすぎだ。上等、好むものなら修羅の道。何をしようと俺の勝手。俺は海賊だからだ。君、侍なのかい？それにしては不思議な格好だけど。行くぜ。金属がいっぱいくっついて厄介な能力だったな。また面白い海賊に会えたね。ってまた海軍が集まってきてる。騒ぎはひとまず収まったみたいだけど、また海軍を呼ばれたりしないよね。ここは僕に任せてほしい。この強さはおでんにも引けを取らない。すぐに終わらせてやる。しまった、このままでは任務が。なんで基地の近くに海賊が？気になるな。こうなったらやるしかないね。わらわの通り道で勝手に戦いを始めたのは。敵を成敗するのもまた蛮勇だね。こっちの森は誰か隠れてる気配があるな。行ってみようか。安心しろ、ハードは勝利を予言した。敵の運勢も相当いいようだ。あれは刀なのかな。侍じゃないみたいだったけどね。敵を成敗するのもまた蛮勇だね。楽にしてやる。
面白くねえ展開だな。そんな気はしてたよ。でも僕の漫遊はこれからだ。ここまで来たらこの島丸ごと光月おでんが頂戴いたす。海賊はもういないはずなのに、町の方から強大な気配が。さっきの借りは返す。こっからが本当の勝負だ。この程度の敵に手こずってんの、すぐ終わらせてやるから安心しろ。進化しろ。強敵揃いだったが、おでんの漫遊は止められないぞ。この強さはおでんにも引けを取らない。海賊はもういないはずなのに、船着き場の方から強大な気配が。加減なしで勝負だ。今度は遊びじゃねえ。お疲れのようだ。少しばかり加勢して死んぜよう。進化
は知らぬ。何人束になろうとこの光月おでん遅れは取らぬ。この地は光月おでんが奪った。勝者は一人、この俺だ。
丸そうだけど自由なやつだった。僕も負けていられないな。いろんなところを漫遊してきたけど、今こそ確かめなきゃならないことがある。真の意味で僕が光月おでんになれたか、この勝負で明らかにしよう。進化しろ。進化しろ。見せてやるよ。僕はおでんだ。まだ届かなかった。それでこそ光月おでん。諦めないぞ。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。